大阪大学基礎工学部電子物理化学科物性物理化学コースの関山です。量子力学で出てくる電子が2個以上あるときに出てくる量子力学特有の交換積分ですが、これが確かに存在しているということを強磁性体クロム O2 の内角光電子スペクトルを例にとって説明します。細かい説明はリシウム原子で、実際のデータはクロミウム 3S 内角光電子スペクトルでと異なっており恐縮ですが、皆様よろしくお願いいたします。ちょっとですね、ここはまあ光電子分光の話になるわけですが、交換積分見えるんかっていうとですね、光電子分光を考えれば光電子分光の実例で確かある言えるわけです。まあこういうふうに考えられますというところで、さらに細かく議論していく余地はまああるんですが、交換積分ですよねこれっていうのは、まあそういう例になります。今のリチウムを例にとるとですね、光電子分光で 1s 電子を励起しました。そうすると光電子終状態というのは、まあ、この2つの可能性があるわけですね。 2s 軌道はまあアップスピンがある、アップスピン 1s 軌道のアップスピン電子をこう励起するのか、 1s 軌道のダウンスピン電子をこう励起するのか、これはもう両方あり得るわけです。で、先ほど示したように3電子のエネルギーをこうかけると、じゃあこの2電子のエネルギーをどうかけますかというと、まあ、こうかけるわけですね。まあ、こうかけるって言うと非常に無責任な言い方ですが、でもまあ2つだから簡単に、これヘリウムと似てますよね。アップダウンの組み合わせなんでね、これでいけると。まあ実は多電子系の光電子スペクトルを考える前、議論する前にこういう話をするわけなんですが、まあ、実はその光電子スペクトルで、その内角光電子スペクトルのピークが出てくる位置というのは、光電子終状態、例えばこれですね、この時のエネルギーと励起前の死状態のエネルギーのエネルギー差に該当するところにピークが出てくるということで、まあこういう電子状態に、こういうエネルギー順位、こういう計算で得られるエネルギー順位のところにピークが出てくるわけです。一方で、じゃあこのダウンスピンを励起したと、ここの下線アンダーバーっていうのは、ここの電子いませんよっていう、そういう意味です。でこの2ってのは2電子、これとこれはエネルギー違うわけです。なぜかというと、このこちらの方はスピンが揃っているので、この交換積分の効果が効いてくるわけですね。そうしますと、この2つの状態でピークが出てくる場所っていうのは、こんだけ J だけ、交換積分のあたりだけ違ってくるんですね。で、まあ実はリチウムっていうのは結構光電子分光しんどい、しんどいっていうか、単体私実験したことないんで、私が実験したことあってちょっと似たような例というものを示します。これはクロム O2 と呼ばれるもので、クロムの 3S 内角光電子スペクトルになります。すでに説明しているわけですが、内角順位を考えるときにスピン軌道相互作用でですね、順位がスプリット、分裂するということがあり得るんですが、 S 軌道の場合は軌道角運動量ゼロなのでスピン軌道相互作用働きません。だから 3S スペクトルっていうのは何も考えなければシングルピーク、ピーク1本になるはずなんですが、ここではですね、間違いなく2つあります。これをどう解釈するかということなんですが、クロム O2、形式的なクロムの価数は4プラス。で、4プラスの時っていうのは 3D 軌道に電子が2個詰まった状態です。で、またこれね、いわゆる強磁性なんですね。で、これをどう考えるかというと、この 3D 軌道の電子2つって実は揃ってる。なので、まあ、磁性があるわけですが、片方これやと。で、もう片方はこれやと。つまり、その、どちらの電子をこう、励起、3S 軌道ですね。どちらの電子をこう、抜いていったかというので、まあ、リチウムを例にとったわけですが、ここでエネルギーがちょっと違う。で、それが、このクロムの 3S 内角光電子スペクトルで、きれいに分裂していることがわかります。
で、つまりこういうその可電子ですね、これをのこれがだから スピンを有限のスピンを持っている、打ち消し合わないというような時に S 軌道ですね、まあ、特にこのサンディ軌道って、まあ、時勢を担うことが多いわけですから、こういう時の 3S 内角光電子スペクトルというのでこの分裂がですね観測される、これは交換分裂というふうに呼ばれるものになります。こういうことで、まあ、いわゆる交換積分、いやいやその式おかしいんちゃうんっておかしくないんですね。こういう形で確かに交換積分ってあるよということで、もうこれはもう認めて次に行くしかないということになります。